レールベルクは、フランケンヘイエ自然公園内に位置する。この町は、公式には26の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。定住するのに適した地形である東部の丘陵地や、霊園ト川、サイラハ川沿いに、人々が入植したのは、紀元6世紀から7世紀頃であった。1 5 9年に、聖マルガレータ教会が、 教会兼住民の防衛施設として建設された。その後数世紀の間、教会は巡礼地として発展し、多くの現存する生物を集め、繁栄の時代を送った。しかしやがて30年戦争と、ペストがレールベルクを破壊した。19世紀になると、不屈戦争がこの村に打撃を与えた。これらは、 二つの世界大戦に匹敵する大きな人的損害をもたらしたのであった。これを記憶するために三つの記念碑が建てられている。2006年9月22日の朝8時頃、レールベルクの中心部で大きなガス爆発事故が起こった。この事故で15人が怪我をし、6人が亡くなった。この爆発は周囲の建物にも損傷を与えた。事故経過の調査は、 ガスタンク注入バルブの保守作業員が誤ってガスを抜く代わりに締め付けてしまったことに禁することを明らかにした。議会は16議席からなる。レールベルガーカプルレールベルクはロマンティックフランケン観光連盟に属している。レールベルクはアンスバッハの北約 7km の連邦ド B13 号線沿いに位置している。ありがとうございます。